ちょっと強引な語呂合わせなんです。この語呂合わせをちょっと覚えやすくするために音楽に乗せていきます。誰が何の罪でどうなった、この順番で考えるともう絶対わかります。信用できないやつ、素行が悪いやつ、暴力団、この3つがポイントなんですけども、花田良生氏の不動産大学宅建免許の結核自由、語呂合わせで完全マスター編ということで、コメント欄の方にですね、宅建免許の結核自由が覚えられないっていう声がですね、結構多いんですね。宅建免許の結核自由ってですね、試験によく出るんですね。宅建業法の中で覚えるのに苦労する結核自由の方ですね、今回は語呂合わせをうまく使ってですね、覚えられるようにちょっと徹底的に分かりやすく解説していきたいと思います。今回のですね、ちょっとシリーズの動画を通して見ていただければ、宅建免許のですね、結核自由についてはほぼ完全にマスターできると思いますので、ぜひちょっと見ていただければと思います。まあ、理解に時間がかかる部分ではないんでですね、まあ、しっかり見ていただいて、どう覚えるかというところをですね、理解していただければしっかりと点数取っていけるところなので、何とか頑張っていきましょうという形でよろしくお願いします。でまずですね、混同するとまずいので念のためちょっと最初に言いますけれども、これからやる結核自由っていうのは宅建業者の免許の結核自由ですからね、宅建士の結核自由ではないので、そこだけちょっと勘違いしないように気をつけてください。宅建士の結核自由についてはまた別の機会にやります。じゃあちょっと早速進めていきますね。宅建免許の結核自由ってですね、結構たくさんあるんですけど、全部が試験に出るわけじゃないんですよ。試験に出る部分って結構限られてます。でそこをですね、その限られた部分を徹底的にこねくり回して問題を出してくるんですね。結構意地悪な問題多いです。で受験者としてはですね、それに抵抗できるように徹底的に覚えておく、で冷静に解く方法を覚えておくっていうことがとっても重要になります。でもこれやり方さえ覚えればですね、結構複雑な感じで引っ掛けようとしてくるんですけども、引っかからずにちゃんと正しい答えを出せますんで大丈夫です。で結核自由のですね、重要部分をちょっと全部表示するとこんな感じになります。ちょっとここに表示しますね。はい、という形で結構項目あるんです。ちょっと最初に言っておきます。ちょっとまず大事な部分ですね、これ法改正がちょっと1点入ってます。1番のですね、心身の故障がある一定のもの、これ去年までのですね、宅建試験だとおそらくですね、これ成年非後見人とか成年非補佐人とかですね、そういう風な表示になってると思います。以前はですね、こう成年非後見人とか成年非補佐人とかですね、結局判断能力がちょっと低下しちゃった人ですね、ボケてきてしまった方とか、そういった方はですね、去年ですね、2019年の9月14日に施行されてるんですけども、まあ、ちょっと法改正がされて、まあ、ちょっと人権を守ろうということですね、成年非後見人と成年非補佐人ですね、まあ、成年非後見人、成年非補佐人っていう風に限定するんじゃなくて、心身の故障っていうですね、表現に変更になりました。心身の故障ってなんだっていう話なんですけど、そこはそんなに深く考える必要はないです。まあ、例えばですね、90歳と100歳のおじいちゃんおばあちゃんがですね、宅建免許をちょっと申請してきてもですね、ちょっと大丈夫かなって思うところあると思うんですよ。そういったところですね、ちゃんと大丈夫な方なのかなっていうのを、まあ、見て判断すると。要は個別に判断するというような形に、ちょっと臨機応変な対応になるという形で、まあ、理解しておけば十分かと思います。今日やっていきたいのはですね、この中でもですね、一番試験で引っ掛けようとしてくることが多いですね。3番、一定の権に処せられたもの、ここをちょっと徹底的にやっていきたいと思います。この一定の権に処せられたものってですね、一定ってところは超重要なんですね。まあ、簡単に言うとですね、信用できないやつ、素行が悪いやつ、暴力団、この3つがポイントなんですけども、このどれかに当てはまると免許取れませんという話なんですね。ただちょっとこれだけ丸暗記してもですね、ちょっとまだこれじゃ点数取れないんですよ。免許の結核自由ってですね、この中でも特定の場所をかなりほじってきますんで、そこをまずはですね、ちょっと重点的にやっていきたいと思います。じゃあまずちょっとですね、一番ちょっと重要なところなんですけど、刑の重みについてちょっと説明しますね。ちょっとここに表示します。はい。このうち、まあ、宅建免許が受けられないのが禁錮懲役死刑、まあ、死刑はもう死んじゃうので、まあ、当然として、まあ、ポイントがですね、罰金なんですね。ここ徹底的に責められます。基本的に禁錮以上の刑に関しては全部結核自由なんですよ。どんな罪だろうが禁錮以上刑務所に閉じ込められるっていうのはそういう状態ですね。で懲役っていうのは刑務所に入った上で何かいろいろ労務させられるとかそういう話で、死刑っていうのは、まあ、命を絶たれるっていう話なんですけども、この禁錮懲役死刑に関してはもうどんな刑だろうが、そうなった以上は免許は受けられません。結核自由に当たります。でポイントがさっき言ったように罰金ですね。罰金が徹底的に責められます。で罰金っていうのはですね、完全にアウトじゃないんですよ。物によってアウトっていう面倒くさい話なんですね。全部アウトにしてくればいいんですけど、罰金だと政府の場合があるんですよ。だからそこをこれどうですか、この罰金どうですかっていう感じで聞いて引っ掛けようとしてきます。いやらしい問題なんですよ。本当に罰金をしっかり押さえておけば結構結核自由ですね、問題解けて選択肢当てることができます。で罰金でアウトになるのは次の3つです。ちょっとここに表示しますね。はい、いいですか。宅建業法違反、まあ、業法違反するやつは論外ですよね。だから業法違反で罰金食らったやつは、まあ、懲役とか禁錮じゃなくてもダメですっていうことですね。で次に暴力的な犯罪ね、殴るやつは論外です。であと背任罪、背任罪というのは簡単に言うと腹黒いやつですね、裏切るっていうことです。まあ、そういうやつも論外ということで、宅建業法違反、暴力的な犯罪、背任罪、この3つに関しては罰金だとしても免許あげませんよっていう形になっております。ということですね、まずここで第一の語呂合わせタイムということで、結核自由になる一定の語呂合わせ、結核自由になるのは禁錮懲役死刑、そして宅建業法違反、暴力、背任という形になるんですよ。だからこれ語呂合わせにするとですね、ちょっと宅配業者、私はちょっと宅急便屋さんだとします。宅急便屋さんなんですけども、ちょっとだいぶちょっと初心者で緊張してるんです。ちょっともう配達するのもちょっとやだな、緊張するな、どうしようどうしようどうしようっていう、ちょっとかなり緊張してます。緊張してるんですけど、なんとか勇気を出して
こう荷物を持ってですね、玄関まで行くわけですよ。で、配達してきたということで、ピンポンと押します。今ちょっとすごい緊張します。で、中からですね、はいって言ってドア開きましたけど、緊張しすぎちゃって、ちょっと気持ちが高ぶっちゃって、ちょっと変なこと気持ちになっちゃって、ポンって殴っちゃうんですよ。恐ろしい宅急便屋ですよね。家初見でぶん殴るっていうですね。宅配便屋ぶん殴って罰金5年反省しろ。緊張しすぎて宅配業者ぶん殴って罰金5年反省しろ。緊張しすぎて、いいですか？禁錮懲役死刑。まあ、死刑はいいですけどね、一応。緊張しで禁錮懲役死刑。宅配業者、宅建業者、背任罪。ぶん殴っては暴行ですね。暴行と暴力ですね。で、罰金。宅建業者、背任罪、暴力行為。で、罰金ですね。まあ、これアウトです。5年間反省しなきゃいけません。5年。刑の執行を終えてから5年間反省しなさいと。そこが経ってから免許が取れるという形になっております。ということで、さらにちょっとここを詳しくしますね。結構これ試験で問題解くためにはもうちょっと知識がいるんです。さらにちょっとこれにですね、語呂合わせ加えます。罰金でも結核になる罪です。具体的な罪。宅建業法違反、あと暴対法違反、あと傷害ですね。傷害、あと暴行、それから凶器。それから脅迫、背任。だいたいこの7つを押さえておけばだいたい大丈夫です。で、この7つの覚え方、両方暴対、傷害、暴行、凶器、脅迫、背任。これをちょっとですね、ちょっと強引な語呂合わせなんです。だからこの語呂合わせをちょっと覚えやすくするために音楽に乗せていきます。全部曲に乗せて一気に覚えられるようにちょっとやっていきたいと思います。緊張しすぎて宅建業者ぶん投げて罰金5年。緊張しすぎて宅建業者ぶん投げて罰金5年。緊張しすぎて宅建業者ぶん投げて罰金5年。両方暴対、傷害、暴行、凶器、脅迫、背任という感じでございます。ちょっともう熱唱しましたね。ちょっとこれ耳に残りますかね。もうこれですね、語呂合わせなかなか難しいんです、ここの部分。ただちょっと強引にですね、もうちょっともう笑って覚えていただければという形でですね、ちょっともう強引にちょっとカルメン前奏曲に乗せて歌っております。なんで、いいですか、情報、暴対、傷害、暴行、狂気、脅迫、背任。ここだけ押さえておけばですね、これ以外は全部違うというふうに大体覚えてもらえば大丈夫です。傷害もですね、傷害なんとかっていう、ちょっといくつかあるんで、出しておきますけども、大体大丈夫です。ちょっと気をつけてほしいのは、過失傷害とかですね、過失なんちゃらってきたらセーフですからね。過失でわざとじゃないですから、過失は。ね、例えば交通事故みたいなやつなんかそうなんですけど、過失なんとかって入れたらそれはセーフです。頭に障害ってくればもう大体もうアウトなんですけども、ここの部分ですね、今もう私が連行したですね、罰金刑でも結核重になる罪もうちょっとしっかり押さえておけば結構全部解けます。これ以外は全部違うんだで、日陰には乗らねえぞっていうふうに思ってもらえれば大体大丈夫です。でここまでちょっと、覚えていただいたところでですね、ここから過去問ちょっとやっていきたいんですけども、この過去問を解くポイントですね、この結核重の過去問を解くポイントは、誰が何の罪でどうなった、この順番で考えるともう絶対わかります。この順番でしっかり考えて押さえていけば間違えることはありません。まず誰がですね、誰が、まあ、結核事情を判断される対象っていうのは本人か役員か政令で定める使用人のどれかです。これ個人事業主でも当てはまりますからね。個人事業主の場合は役員というものは存在しませんから、本人か政令で定める使用人のどっちかなんですけども、よく出るのがですね、非常勤の役員っていうですね、つまんない引っ掛けしてくるのと非常勤の役員、これアウトだと思います、政府だと思います。非常勤の役員っていうのは非常勤っていう言葉で引っ掛けさせたいんですよ。なんか非常勤講師ってなんかそんなに重要度低そうじゃないですか。違うんですよ、もう役員って入ってたら役員なんですよ、ね、この引っ掛け乗っちゃダメですよ。あと相談役とか顧問とか、これ全部役員です。惑わされないように気をつけてくださいよ。政令で定める使用人っていうのは、まあ、ちょっと簡単に言うと支店長みたいな感じです。事務所のなんか責任者みたいな、そういう人のことを政令で定める使用人という形になります。これらが該当してると免許は受けられません。これらがさっき言った罪にですね、該当してくると免許は受けられません。だからまず誰がですね、誰が、でその次は何の罪なのか、でさらにどうなったのか、この順番でしっかりと整理してやっていけば絶対に解けます。じゃあ早速ちょっと過去問やってきますね。免許を受けようとする法人の非常勤役員が刑法第246条詐欺の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行は終わった日から5年を経過していなくても当該法人は免許を受けることができる。これさっきの順番にちょっと頭整理していきますよ。まず誰が非常勤役員ですね。非常勤役員っていうのは該当しますよね。さっき言ったばかりです。該当します。役員ですから該当します。非常勤だからといって関係ありません。で次罪ですね。罪が詐欺罪で懲役って言いますね。詐欺罪で懲役、ポイントは懲役です。禁錮以上はもうアウトなんです。だ禁錮以上ですから、もう詐欺だろうが何だろうがアウトなんです。懲役だからアウトですという話ですね。懲役は結核重に該当しますから、これは免許が取られないという状態になりますね。で、それで、そのうちどうなったですね。次どうなった。刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。できませんよね。刑の執行が終わった日から5年を経過してから免許が取れるようになります。刑の執行が終わってから5年ですよ、5年。ね、さっき5年って何度も連呼しましたね。5年。5年経過しないとダメなんです。ただ執行猶予の場合は執行猶予が終わった段階ですぐ受けられますよ。執行猶予っていうのは執行猶予が終わるともう刑自体がもう なかったことになりますから。執行猶予がついて執行猶予の期間中はダメですよ。執行猶予の期間中はダメです。執行猶予が終われば
もう免許はすぐ受けられます。執行猶予じゃなくて、いきなり実刑食らった場合ですね。実刑食らった場合は、実刑終わって刑務所から出てきてから5年経たなきゃダメです。その刑務所から出てきたばっかりのやつにですね、免許を上げるほど世の中甘くないですから、ということになります。ということでですね、また次回にもちょっとまだどんどん続いてやっていきますけども、まずですね、耐久レースやっていきたいと思います。今回の耐久レース重要ですよ。もう片っ端から出していきますんで、しっかりと答えてください。この耐久レースですね、皆さん結構期待してくださってる方多いんで、気合を入れてやっていきたいと思います。いきますよ、よーいスタート。法人で結核治療の対象になるのは、本人、役員、または政令で定める使用人。次、非常勤の役員は対象？対象。次、取締役は対象？対象。次、専任の宅建士は対象？対象外。次、非常勤の顧問は対象？対象。次、非常勤の相談役は対象？対象。次、支店の代表者は対象？対象、政令で定める使用人のことですね。次、結核治療に該当する刑罰は、一部の罰金と禁錮懲役死刑。次、罰金で結核治療に該当するのは何の刑？宅建業法、暴力犯罪、背任罪など。次、結核治療に該当するといつになったら免許が受けられる？刑の執行が終わった日から5年を経過する。次、執行猶予期間が満了したらどうなる？直ちに免許が受けられる。ということで、次回もですね、結核治療ちょっと徹底的にやっていきたいと思います。ここをですね、しっかり得点できるポイントですので、ちょっと時間をかけてしっかりと、マスターしていただければと思いますので、次、明日もまたよろしくお願いします。明日もお待ちしております。ということで、ではまた。